スター・ピープルチャンネルをご覧の皆様こんにちは光の源チャネリングの白木ゆき子ですライトワーカーと言われる皆さんが苦しいのはその方々が放っている周波数と生きている現実世界の周波数が違うからですこれは例えてみれば そのどちらが良い悪いということではなく、えー、海で住んでいる生き物が川に住んだ時あるいはその逆ですね川に住んでいる生き物が海に出た時お互いにとても苦しい思いをしますそれと似ているでしょうですからもちろん川と海との間に住んでいる生き物たちもいますけれどもちょうどライトワーカーの皆さんというのはその辺りに、えー 意識でいうとそのあたりにいらっしゃりそしてイライトワーカーの方の中でもより海よりより川よりというふうに、えー、今いる場所、えー、それは意識というよりも、えー、住んでいるその環境ですね住んでいる場所であったりとか今関わり合っている人たちであったりとかどういう立場で自分が社会とつながっているのかというそういった現実的な環境というものが大きく 左右しているように思いますその中で皆様方には今多くの情報が降りているはずですあなた方が苦しみを下ろし本来の光を放っていくために必要な情報はもうすでに何十年も前からあなた方の世界にあなた方の手にしっかりと届くように降ろされているはずです そして皆さんが自分がライトワーカーであるという自覚を持っているのもそれらの情報のおかげであるはずですまず苦しいというのはあなた方が光の周波数を発しているからだというふうに思ってくださいそこからずれなければ周りで起こるさまざまな出来事も大きなこととして捉えることなくすっと流していくことができるでしょう もしそれがうまく流せないという時には本を読んだりあるいは他の方々が流している情報を情報に触れたりしてあなた方の中を通る光の密度を濃くしていってくださいそしてどんどんその光の密度が濃くなっていった時あなた方の周りには 同じようなライトワーカーの仲間たちがさらにつながりを深めていき、ライトワーカーの人々とつながりを持っていること、それが普通の状況になってくれば、より皆さん一人一人の力は増幅され、そして悲しみとか苦しみを感じる、そのような時間も少なくなっていくでしょう。そして、 そのような努力をしたとしても取り組みをしたとしてもどうしてもなぜかこう一人のところに追いやられてしまうそのような方というのはご自身が大きな光の柱となっているというふうに自覚をしてみてください森のようにこう木が集まっているのではなく何もないところに一本立っている木だというふうに思ってみてください とても孤独に思えるかもしれません。けれどもそれは光の密度が濃い人にしかできない使命を負っているのだというふうに思ってください。そこであなたが光からぶれることがないようあなたのやり方で光の密度を濃くしたままそこに存在してください。そのことであなたの周辺にいる人々が光のエネルギーに触れ そして少しずつ少しずつ意識の次元を高めていくのです。ですからこの使命は光の密度が濃いライトワーカーの方にしか担えないことです。もしも本当にあなたがそれが苦しくて自分自身の精神状態が安定しなかったり生きていくことがしんどいということになれば まずあなたが安心できる場所へ、住んでいる場所や働く場所を移し、そしてそこでエネルギーを補充してください。自分が使命を担っているからといって、頑張りすぎてはよくありません。エネルギーを補充し、そこに存在しているだけでよいのです。ですからそこで無理に足をこう踏ん張って、しんどいのに、 一人で頑張り続ける必要はありませんそしてあなたが、えー、安心できる場所に戻ったからといってそれはあなたが例えばその現実に負けたとかのエネルギーに何ていうか追い込まれたとかそういったことではありません何かこうコクピットのようなものというふうに思ってください 外であなたのエネルギーを周りに向けて発しそして少しエネルギーが自分の中で前ほどなくなってきたなと思ったらコクピットに戻りエネルギーをしっかりと補充してそしてまた戻っていくそのようにご自身の中での光のエネルギーのバランスをとるようにしてみてください。 それさえしっかりとやっていればあまり大きな悲しみに飲まれたり困難に打ち砕かれるということはなくなっていくでしょう重たい周波数や意識人々の悪意や恐怖そういったものに飲み込まれないでくださいあなたの意識の向け先をはっきりと定めてくださいあなたが生きていきたい世界観 あなた方が内側で生まれた頃から持っている何となく世界は本当はこういう姿のはずなのにというその世界観から目を背けないで今自分はそこに向かって進んでいるのだという決意を強くしてその場所に存在していてくださいあなた方の光はさらに強まってゆき そしてあなた方が住んでいるその惑星そのものも光も強まっていきますあなた方が辛いのはあとわずかですあなた方が住んでいるその惑星がある一定の光の密度の基準を超えればとても心地よく穏やかに楽に暮らしていくことができるでしょうその最後のハードルをあなた方が担っているというふうに思ってください あなた方の活動を私たちは多くの光を届けながら見守っています。